今週のいいね八戸、えー、いよいよ今週末開幕戦を迎えますプロバスケットボールチーム青森ワッツのチアダンスチームブルーリングスのカホさんにお話を伺いたいと思いますいつかかんよろしくお願いしますよろしくお願いしますカホさん八戸出身ということで、はい、八戸出身ですはい。えっ、ー、とブルーリングスにはあれ昨シーズンからですか昨シーズンからですねはい。じゃあ今年2年目 2>, 2年目になりますいよいよね今週末、えー、開幕戦が青森で、うん 開催されるということです、はいえー、いろいろお仕事のこととか、えー、八戸ご出身なので、はいえー、八戸のいいところなども伺っていこうと思うんですが今現在果歩さんが担当されているお仕事を改めて教えてもらえますか、はい。今シーズンからアシスタントディレクターとして活動しております。はい、で主に仕事は ジュニアスクールがあるんですけども、うん、ジュニアスクール八戸校青森校弘前校とあるんですが私は八戸校を担当させていただいております、うん、毎週火曜日ですねうん、うん、初級クラスと中級クラス時間が違うんですけども、はい、子どもたちと一緒にシーズンに向けて頑張っています、うんうん、ご出身は八戸,八戸はいあの学生時代をんかスポーツとかなんかやってらっしゃったんですかず,ずっと小学校から ずっとバトンしかやってなくて、はい、バトン部としてずっと学生時代は、うん、はい。じゃあ学生の頃からまあこういうダンスそうですねの仕事っていうのはやってみたいなと思ってたんですか。そうですね。うんなんか自分的に私的には座って何かこう。 演奏とか嗅いたりとか <laughs> よりかはやっぱり自分の体を動かして行く仕事がいいなっていうふうにはずっと思ってました、うん、そして高校を出て仙台に行くわけなんですが、はいえー、ご存知の方も多いと思いますけれども、はい、青森ワッツの前はどちらのチームのチアをされてたんですかはい東北楽天ゴールデンイーグルスのチアリーダーとして。高校から即 楽天の、うん、どうして楽天私最初はダンスの学校に専門学校などで通って、うん、でそういう道に進もうかなって考えてたんですけどでもそういう道に進むよりかはもう先にプロの道自分でオーディションを受けてオーディションを待ってるっていうよりかは、うん、自分で探してオーディションを受けてうん、うん、その道に進んだ方が可能性も広がるし経験も。 うんうん、たくさんできるしっていうので先生にまずは勧められたんですね、<ー>やっと先生にこういうのもあるよっていうので、私、チアだけはやったことなかった世界だったので、じゃあ、やってみたい、やってみようというので、応募しました。受かったときよって気持ちいかがでしたあ、どうしようっていう気持ちでした。 じゃあもう仙台行かなきゃみたいなどうしようっていう感じでしたねそこからどうして青森松のチアになろうと思ったんですかもともとやっぱり地元で活動したいっていうものもあったんですけど、はい、私が一年目の時に今の松のディレクターのチアのディレクターの千穂さんが平立、はい、ディレクターが私が一年目楽天の一年目の時に その今の立場みたいな感じだったんですね<ー>ディレクターであマリオワッツもできてそうですそうですディレクター、はい、なんでチョウさんは、ね、ワッツもエンジェルスもっていう感じででコラボさせていただく機会があってあ楽天の人間の試合だったりまたワッツの試合にゴールデン・エンジェルスが来たりとかしてましたねでその初めてバスケの会場でパフォーマンスした時にあその時はエンジェルスのエンジェルスで一人としてライトもあるし 室内だしあやってる外ですね <laughs> 室内だし、はい、もう何でもできるじゃんっていうのであ照明使ったらねアクロバットだったりとか手ついても座っても何でもできるじゃんじゃそう雨降ってないしみたいなでそれで、ね、<laughs> 風吹いてないし <laughs> 髪ももうファーファーなんないしってであすごい楽しいなって私ずっと室内でバトンをやってたので。うん 私こっちの方が自分を生かせるし、うん、地元だし生かしたいし千穂さんと一緒に活動したいという思いで,、はい、でそれを千穂さんに相談してじゃあ待ってるよっていうふうに言っていただいて<う>じゃあ行きますっていうので決めてこっちに帰ってきましたじゃあもうこちらに戻りたいというのはもともとありましたね思ってらっしゃったんですねわ、はい、かりましたはい 改めてどうですか地元を戻ってきて、うん、なんかいいなって感じることはどんなことがありますかそうですねまあ一番にやっぱり自分が育った町なので過ごしやすい、うんうん、やっぱり人も多すぎず少なすぎず気温も高すぎず少なすぎず<笑><笑>今年の夏ちょっと寒かったですけどね <laughs> 確かに、うん、寒かったですけど、うん、でも過ごしやすいっていうのが一番ですね、うん、食べ物も美味しいしい 年中楽しめるイベントだったり、試合観戦だったり、そういうのもありますし、う,ん、うん、仙台も都会じゃないですか、都会ですけど、なんで、なんですかね、疲れるまではいかないんですけど、<laughs> 平日でも人いるし、休日はもっといるしっていう、都,都会ですからね、はい、<laughs> そうなんですよ、ね。その人疲れ ありますねあ,あとやっぱり,りファンの方と「あ、うん、っ!」ってあったりとか「あ楽天さん、ね」<laughs> とかあるので、うん、なんかプライベートがないって言ったらあれですけど、うん、なんか自分的にはちょっと長くはいれないなあ<ー>都会に,、ね、にはいれないなって思いましたうんまあ今はね慣れた、はい、地元に戻ってこられたわけですけどえっ、ー、とまあ ブルーリングスとしての活動もそうですしチームの営業の仕事も始まったので、うん、よりあとはねこうパフォーマンスの練習、うん、トレーニングもあるわけですから自分の時間あるかな、うん、休みの日とかそういう自分の時間って取れてますか取取、うん、取れてててまま <laughs> <laughs> ますすするるよよううににししはい <laughs> 時間とっっててどんなふうに使ってますか、はい、私もう休む体休めることすごい大事だと思うんですけど、ええ、それが苦手,なと苦手ででも最近はできるようになってきたんですけど <laughs> 前までは本当に動かしてたい休みの日でも休みの日早,早起きしたいとか休みだからこれしたいあれしたいあ<ー>多くて。 でもやっぱり休むことも大事だなってもう整体とかにえて <laughs> アスリートだー結,結局安静にしなさいって<ー>言われるじゃないですかでもその安静にしてると逆に動けなくなるんじゃないかなって思ったりとかあ<ー>、うん、っていうので、うん、結局ジムに行ったり。<laughs> 休みに <laughs> 先週並みですねいやいや,いや,い,やいやでもそれぐらいのパフォーマンスしてますからねうそうなんですねよく行く場所ジム以外でよく行く場所ありますか <laughs> ジム以外よく行く場所ですか <laughs>、はい、海に行きますおお、いいですね海大好きで仙台にいる時もはい。やっぱり海行きたいって、うん、あっち暑いし気温、うん、も高い日がある ので海に行きたいっていう日があってメンバー誘って行ったりとかしてたんですけど、はい、こっちだともう車出せばすぐ行ける、ね、行けますよねあっそうか仙台で国見に行くよって言ってもさすがにこっちほどぴゃっとはいけないですもんね。ねとメンバーの中で やっぱりメンバーの中でも宮城県内の人だけじゃないので東京とか関東とかいろいろ来てるので車持ってる人がいないってなって、はい、じゃあやっぱり電車使って行けるところとかなるほど船乗ってとか<ー>そこまでしないとお湯入れるところがなくてでもこっちはもう行きたいって思ったらいけるしうん、うん、誘って 友達誘えばじゃあ自分車出すよとか、やれば、すぐに行けるし、うんうん、自然が近くて、うん、すごくストレスなく <laughs>、はい。海、い海は入るというよりは、眺める。眺めます。眺めて何を考えてらっしゃる何も考えてないですあ、<laughs> 無になれる無になれますブルーリングスとして。 いよいよシーズンが下から始まりまりすけれどどんなシーズンにしたいなまたはブルーリニスの目標を今シーズン私は2年目そして2年目からアシスタントディレクターという立場に立たせていただくもらうんですけども、うん、去年なんだろうな学んだこととかやっぱり1年目なので会場の雰囲気をつかむこともそうですし、うん、ジュニアとの から掛け合いだったりもそうですし、それを今シーズンどのくらい活かせるかっていうのがすごくもう明日からのシーズンかかってくると思うので、まずは最初から妥協せずにメンバー全員高く。 望みなんていうんだろうな目指すところは常に高くやっていきたいなって思っていますうん、まあ、特に青森ワッツは方針としてその県内のいろいろな地域で試合をして、うんはい、バスケットボールを見せたいということですから、はい、やっぱりこう初めてご覧になる方もまたは今年見に来れるのはこの1、うん 1> 1回しかこの開催しかないという方もやっぱり多くいらっしゃいますからそういうのも意識はしますね。はい、しますね。うん、やっぱり1回しか来れないというお客様にその日の私たちのパフォーマンスがもし良くなかったと思、うん、良くなかったりしたらもしかしたらそれがきっかけで楽しくなかったとかマイナスな方にイメージを持って帰っていっちゃうっていうのも多分ゼロ,ゼロではないと思うので、うん、やっぱり毎回毎回。 一回一回大事にしてお客さんを盛り上げていったりとか、うん、でお客さんを盛り上げると目の前の人だけじゃなくて視野を広げてあっちにもこっちにもたくさん360度お客様はいらっしゃいますので、うん、ブルーリングスメンバー一人一人視野を広げていけば必ずその輪が広がって会場が一体となると思うので去年できなかったことは今シーズン生かすしかないので、うん、私はメンバーと一緒にそういうところ小さいところからコツコツと ジュニアもそうなんですけど、うん、頑張っていければと思っていますええー、そして八戸平校を担当しています、はい、ジュニアスクールはどんな目標を持ってますかそうですねジュニアスクール今年から私一緒にレッスンしているんですけど、はい、新規制が今年は多く入ってありがたいです,、ね、いです本当にでその新規制もやっぱり低学年の子だったりとかして一、うん、年生の子とかもうすごい頑張ってるんですよね、うん、やっぱり まあ差は覚えるのが苦手な子と得意な子とかはいると思うんですけどみんな同じ気持ちでいてほしいのは一緒にやってて楽しいとか、うん、お客さんを盛り上げたいっていうチアリーダーのそもそものところをまずは一番に教えていってでもそれも教えるのではなく自分たちがやってるのを見て子供たちが真似してもらえるようにもっとトップチームも ジュニアに負けないくらい元気にやっていかないと、うん、ジュニアも真似をしたいって思えるような先生でいたいので、うん、常にジュニアの前ではいいお手本になれるようにチームも5年目、まあ、ジュニアスクールもスタートしたばかりかもしれませんけど、うん、これがこの先ねうん、うん、歴史を作っていくと楽しみですね、はい、楽しみですね。楽しみですね トップチームに入りたいっていううまあそれが実現して入って活動してこの活動の楽しさだったりとかはやっぱりジュニアじゃなくてトップチームにならないとわからない部分もたくさんあるので、うん、やっぱり続けてていって欲しいです、うん、一回ちょっとなんだろう受験とかで離れる子とかもいるんですけどやっぱりまたやりたいっていうのを持ってくれればトップチームにはもう上がれると思うので。うん 今を大切に。そして私も指導にそこを力入れて。やっていきたい、なって思っています。はい。ええー、そして昨日はいろいろと。地元の魅力を伺ったんですが、はい、八戸という町が今後どんな。まあ、戻ってきたわけですけど、かほ、うん、さんも。あの、どんな町になってほしいなと思いますかうん、うん。私がそうだったんですけど。八戸で育って、八戸を一回離れて。 でもやっぱりまた戻りたいっていうふうに思ってもらえるような町になれば理理想想ですね、うん、それが理想だなと思います、うんまあ昨日おっしゃったちょうどいい感じの人と、うん、<laughs> 気温に <laughs> <laughs> 近い <laughs> あとはね地元のスポーツシーンもありますからねはい是非、えー ありってそのバスケットもそうですけれども本当にあの選手と同じようにこう、うん、コート上を駆け回るカホ <laughs>、えー、さんはじめブルーリングスの皆さんにも、ねはい、注目していただいて一緒に盛り上がってお会いした際にはぜひお話を、はい、<laughs> お声がけいただければと思います。はい じゃあ、シーズン、いろいろ県内各地での試合なのでね、はい、大変なことも多いと思いますけど、体調には気をつけて、会場盛り上げてください。はい、ありがとうございます。いいね、八戸、今週のお客様は、青森バッツのチアダンスチーム、ベルーリングスのカホさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。